常運動食ウタニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらバニリンマークのトマト1個分のサラダを食べてます。ということで、これ全部集めると一つのトマトになるってことなんでしょう。これは楽しみです。トマトって某番組でやたらと取り上げられてますし、これもどんな味なんでしょうね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。ではいただきます。野菜はシャキシャキしていて味も感じられて美味しかったのですが、なんかトマトの大きさと他の野菜の大きさのバランスが悪くて全体的に食べづらさがありましたね。まあお箸で食べたっていうのかな、でもあるかもしれませんが、ちょっと時間がかかって早く食べたいという時には向かないかなという気がしました。なので時間をかけないというのがおすすめですが、急いでる方にはという部分がありますので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。